もうビーバップっていうファッションを抜けて、ビーバップハイスクールね、トールとヒロシのビーバップを超えて、もう新しいファッションで、なんか自分たちのその正義っていうのを確立しようっていうところで、ファッションを見たらどっちがかっこいいんだよっていうところなんですよね。で、ファッションっていうのは正義なんだよね。正義なんですよ。ね。ファッションがかっこいいっていうことは、物事を知ってるよっていうことなんですね。で、それで売ってる人たちも知ってるよみたいなさ、その人たちすごくない？かっこよくない？お金を持ってるよみたいなさ、ね、コネもあるよ芸能界とかみたいなさ、ね、そういうことなんですよね、ファッションっていうのは。かっこいいみたいな。で、それで渋谷の、チーマー文化みたいなね、今の若者たちもほとんどね、歌舞伎町のホストだって、キャバ嬢だってみんなそうなわけじゃないですか。ね、歌舞伎町だって銀座って六本木だってさ、ね、日本のトップ3じゃん。銀座と、ね、六本木と、ね、歌舞伎町、この3つじゃん。で、あと、まあ、渋谷も入れてさ、ね、その3つ4つじゃん。で、そこのホストでもか、ね、キャバ嬢でもみんなそのファッションしてる、ね、昔の大人たちはみんなタレさんかけてさ、パンチパーマ巻いてさ、ね、なんか安いのか高いのかわかんないセーターにさ、ね、黒のスラックスのズボンでさ、アミさんみたいなさ、サンダルみたいな、そんなファッションだったよね。で、ファッションっていうのは正義なんだよね。正義なんですよ。